線にしろや、みんなをこんばん使え。は。配信者の接続が確立しました。なんやろね。こんばんは。はい。すいません。なんかね、なんやろな。帰り。いや、もう普通にいらっね、しゃ。今日再起動をじゃさっまきたした明とこ日なんですね。けどね。はい。すいません。失礼しました。これ多分ノートパソコン側の問題やと思うんでね。パソコン買い替えます。残飯マンだ。誰が残飯マンだよ、こら。はいはいはい。このゴミどこで買ったの？ゴミじゃないが。どこまで読んだっけ？もうわからなくなっちゃった。野菜を切る前に干物の味箱をに手魚汗焼きとグマリリルでネとこパんがソりコとン買焼い、く。マリネとそうかだよ天ぷらにね。も大事なことあるんじゃないか？ おこそうつだよ急な。に冷えてていいの？そう。いや、もう暑いから冷やしていこう。そういはやいキーはい。ボード壊れたことあったけど、あれって治ったの？治ってない。キーボードドットコキムっーボーてド壊先れた生まがま最で。初に紹介された時に、そんな名前のサイトある？ダブルって疑いき、ま ようやいくや、ファーウェ今イではお7世話になっ月て4ます日よ。発売だと弱や買い替えよ。マ干ジ物で？の匂い嗅いファーウェイで。な。干物ね。で、焼いたアジをまず焼くんですね。はい。干物。ビニール越しやんけ。全然匂いせえんなと思った。ビニール。いや、疲れてんな。萌えちゃんの真似する先生みたい。おゆちゃんの真似ってありますかね？なんか。なんて言うんビだろうニールな。ごとな焼いて食べるの？んて言うアんルだミでキャンプ用品買ったとかスノピのテントにしたの？ろう。いや、もうね、もうそこら辺はちょっと、あれやな。おいおいだよね。そんなキャンプ上級者がやっぱ揃えるんちゃう？そのブランド品は多分。何重になっとんねん、これ。干物焼いて、それ魚に酒飲めよ。それが一番魚おいね。しいだろ。そう、俺干物ってあんま食ったことないのよね。全然開けへん。スノピはそんなに上級者向けではない気がする。あ、そうなん？おお、いい匂い干物でみたいす。な顔してるのに。どういうそこのと？干物、玉出の社長宅で奥さんが干したやつ？そういう噂あるけどさ。エゾカさ、ネたまギ。では釣ってきた魚とか言うけどさ、社長が。そのことはね。で、これを、何やろ、フライパおンえほう。でやったら、焼いたらいいんかな。魚焼きグ干物リルがみないたんでいな顔でね。ちょっと笑った。そう。なんだ、上干物級みたいな者。顔って。どうしたらいいんやろ。魚焼きグリル。魚焼きグリル？こうやってフライパンで焼けましたっけ？干物の味って。でも、あれか。トースターとかで焼いたらええんか。トースターで焼いたらもう多分トースター終わると思うけど、魚の匂いで。まあ、ええか。トースターぶっさ、わら、フライパンでも焼ける。アルミ箔引いてそのまま蓋すればいい。はいはいはい、なるほどね。まあでもまあ、どうしようかな。まあ、焼くか。一応、トースターで焼きます。キャンプのバーナーでやろう。バーナー、表面しか焼けんじゃん、それ。うわ、干物ってこんな柔らかいの？え！投票率落ち目先生おじゃす。今こんばん日もは。良さそうですね。投トース票してターくすだごさい。く臭くなるぞ。魚風味のパンが作し、れるでやもすトーかスターね。死ぬかトーな。スターしてる気かよ。やめとくわ。ちょっと、なんか前萌えそれちゃんでじゃ大ない事件と起きいたいことけ覚えてど、る。やめそう。ろー。前大事件起きたからやめとくわ、やっぱり。フライパンで、焼きましょう。玉出産だから半分腐ってる。アルミホイルとか、腐ってねえわ。玉でをバカにするなよ。フライパンで なんで焼け俺ば玉ビで擁ール護してでんねん。も買えばいいのに。ああ、魚焼きのね。魚焼き用のやつね。ありますよね。ああいうの買えばよかったんかな。で、アルミホイルを、多分、
キングフーズ最低だな。キングフーズ関係ない。アルミ箔を長めに立って安全に魚を置いて折りたたむようにすればいい。すべてを腐らすアルミホイル。アルミホイルを長めに取って、これ一匹ずつしか焼かれへんかもしれへんな。一匹ずつっていうか。いや、どこがだよ。こうか。あっ！うっ！2匹焼こうか。2匹焼けるかな。焼いてみようか。やっぱり腐ってる。いちご大福美味しそうですね。どれだよ。どれ見て言ってんだよ、いちご大福。ちょっとこれで反転していれろ。左右反転して、ああこうですか。並べ方考えようぜ。こうか。マジでいじくのやめてほしいんだけど。ごめん、ちょっと鮮度が。っていうか何人分作るの？ビーフなんで互い違いにしないのか。一人前です。互い違い。どっちから焼くのでいいの？全館先生のトイレとどっちが臭い？どっち、なんか油とか敷かんでよかったんかな。また彼女の分。まあええか。なんか調べた方がいいかな。今もう何やばい、もう見切り発車でやってるけど。油かけようぜ。大丈夫これ。完全に見切り発車で今。マヨネーズかけようぜ。マヨネーズ。それひっくり返すとき大変だぞ。アルミ箔で折りたたむようにすれば折りたたむの？も楽なのに。ちょっと待って調べよう。彼女いないんですね。いや、いつもいないよ。いや食いたい魚。からレシピガン無視ですか。いつものことですね。アジ、ひものアジ、フライパン。料理は運だしな。フライパン。見切り発車なんていつものことじゃん。いや毎回左右確認してくからよ。ホイルで包んでホイル焼きにしよう。ホイル焼きじゃんそれ。でもホイル焼きの方が火通ると思うねんな。でもな、わしはホッケとかってどうやって焼いてんのかな。実際そうや。あー、お前岐阜の人に引き際かとか言われてんぞ。悔しくないのか。悔しいです。コーナーにポイしてコンビニで弁当買ってこよう。いやいや、それもダメじゃん。もう配信してないじゃんそれ。もう日が、ちょっとわからなくなった。わからなくなっちゃった。で終わりか。蓋どうする。蓋どうしよう。で味どうやって焼くの。わからんわからん。落ち着いて。全然出てけんねんけど、検索しても。早くもパニック。教えて。パニック。蓋しろよ。アルミホイルで蓋しよう。魚ってフライパンで普通に焼いていけるん。七輪で炭火焼き。普通に焼くだけ。ええんかな。干物が、ん？あ、クッキングシートとかで焼くのか普通は。アルミホイルで巻いてもいいな。これだけ料理してて干物の焼き方を知らない。干物買ったの初めてかもしれへん俺。味、いや俺よく塩顔って言われるからさ。まあ代用できるし。クッキングシートが普通なのか。七輪、グリルにそのまま入れるだけ。フライパンでの魚焼き用のアルミホイル売ってるよ。キャンプ心配だな。蓋しろよ。フライパンについてるのもあるだろ。普通にコンロで焼きゃいい。コンロで。もうなんか、くっつかないシートあるな。正直フライパンで作ると油すっかすかでうまくないぜ。あ、そうなん。やべ、前にも言われてたよな、魚焼き用ホイルあるって。網買うか。しまったな。網とかで焼いた方がいいんかな。昔の記憶はない。火ついてる。あ、でもなんか焼けてるわ。シートで焼いたらええよ。七輪買うか。あ、やっぱクッキンシートの方がいいのか。網でやくと掃除が半端なく大変。
煙を吐いて。ああ、網でか。魚ね、最近魚焼いてないからね、全く。揚げたらあかんのかな。全然わからん。どうしたんやろ、これ。いい香りになってきたら やってんかな。一回ひっくり返す。あっ、すぐ開けたがる。リセッシュオーブンでうらん。いや、リセッシュ懐かしいな。あ、焼けてるわ。焼けてるけどひっついとるわ。フライパンで魚焼くときは火力上げすぎちゃダメやで。あ、了解。あはん。肝のツンツン男。やばいやばいやばい。もう片面が汗をかいてくるくらいが目安。ちょっと、あ、ちょっと。ホイルだとそうなる。返し角が早いんだよ。わらわら、すげえ魚焼けてる。先生すごい。これ必ずくっつくよな。仕方ないけど、あはんはんはん、ご愁傷様です。これがあるからアルミはあかんのよ。あー、そういうことか。油塗ったの？ラッコ。油塗ってへんな。専用ホイールがあるのはそれが理由。あー、そういうことなんや。あ、だから専用のやつを買うんだな。普通に開けました。大失敗です。だからアルミ箔だとダメって言っただろ。返し悲惨になるのに。うわ、なんか税後がすごい。やっぱり姿焼きだと攻撃体感が増しますよね。誰か虐待してんだ。冷汁と塩焼き。あ、やばい、カメラ止まった。カメラ止まった。ちょっと待って。せめて油塗ってればこんなひどくはなかったのに。カメラ外さないで。これは食が進みますね。見せ、おわっと。カメラ隠すな。なんか今日ちょっと薄い状況だからってカメラ止めないで。あかん。準備のショップリスト見てたんだけど、テント売っていそうなところってスノピとモンベルしかないん。いかやく。モンベルな。ではお寿司だ。隠蔽やめてください。見せられないよ。というか返すのが早いんだよ。ミニ汁が出るぐらいにしないとひっつくぞ。邪魔だな。あー、そういうことか。で、油がジュワって出るんかなと思ったんけど。お湯、缶。缶 NHKわあ、終わったー。終わっている。終わっている。ちょ、一回、待って。一回。タマ、タマ、タマ。タマ、タマ。一回移動させよな。冷や汁なんやから結局ボロボロになるし、ええんちゃう。スマホにボロボロにされた出会い系女の図。え、干物ってそんな油出えへんもんなんかな。お魚さんも浮かばれねえな。難しいな。香りだけはめっちゃええねんけどな。サンマの塩焼きじゃないんだ。あー、大きい立派な干物が見るも無残。ホッケの干物なんか油めっちゃ出るけど。そう、味は出えへんのか。ホッケはね、食べた、まあホッケあんま食われんね。魚の油はひっつくんだよ。あー、そうなんや。ホッケな。
相変わらずお魚さんを惨殺にするプロやな。そう、俺あれ干物をあんま食ったことないからさ、そういう実家でも出たことなかったから。味もちゃんと油あるぜ。ホッケー、ホッケー。ちょっと待って、魚焼くだけで終わっちゃうよ。えんで、薬味ですかね。薬味とかを切っていかないと、まず。そうそう、大体、大体あれだからね、ほんと。うちの家、レトルトの麻婆豆腐ばっかやから。ホッケでカノカが良い。あー、カノカいいね。カノカ大好き。で、ちょっと待って、焼いた味はバットや平皿に取り、焼くだけで30分。なんじゃこりゃ。あ、あかん。レシピ読めない。レトルト麻婆、あるよ。どこまで読んだ。だし汁をと、なんこれ、だし汁をとってどういうこと。だし汁取るってこと。日本語読めなくなったの。その、だし汁、どういうこと。だし汁取りってちゃんと昆布とかから取れってことですか、これは。どうしよう、難しいな。日本人じゃないから仕方ないね。いや、純日本人だわ。出し取んのか。まあしゃあないか、出し取れって書いてるから。ちまき汁で出し取ろうぜ。ね、ちまき汁って。だしか。どうしよう。コンロ使えないじゃん。ほんとじゃん。だしの元でいいんじゃないの。適当にかつお節とかでいいじゃん。だしの元ってだし。だしかあれ。だしの。喧嘩するからかつお節は使わずに昆布だけで出しとる。昆布だけでいいんか。わら、かつお節の方がいいぞ。だしが、あた。昆布だしはこれスティックのやつがありますよ。で、だしの素がで汁じゃなかったらなんなの。いや、なんかだしの素ってなんかそのグルタミンを集めた粉やと思ってたけど。一番初めに調理時間30分、だし取り除くって書いてあるぞ。素でいこう。おうおう。だし、なんか普通のあれ探してんねんけど、あ、ここにあるわ。コンソメ入れようぜ。コンソメ？洋風だし。完了すけ、しょぼん。こんにちは。こんばんは。こんばんは。味の素じゃなくて味の素。あ、味の素か。わからなくなっちゃった。いつも適当なノリなんでそういうとこ気にするの。いや、でも、あれです。じゃあ、だしの素は、だしの素じゃあ、なんていうの、かつおだしは、あのスティック、あった、昆布、かつお節あった。じゃあ、あれですか、この、昆布だしは、3年もやっててそんな知識もないの？料理やめようか。こうか。ちょっとこう、入れようか。全然溶けてん。水の分量は買った？大体です。大体冷や汁にかけるだろうなっていう量です。で、いきたいと思います。で、一応、かつお節を入れます。魚は大丈夫。やば！真っ白になってんじゃん。ダブル、今回はもう終わったわ。測るわけないやろ、チンパンやぞ。怖いよ。わら。無分量だ、文句あっか。怖いな、怖いな。で、ちょっとこれひっくり返すわ。前回の思う分量って何人前ですか？何人？何人分？いや、一人前ですよ。
一人男性、成人男性がおかわりするレベルで測ってますよ、いつも。あ、焼けてる。いい感じに。最近冷や汁作ったけど、200とかだったぞ。そんな少なくていいんか。あ、やばい、顔面取れた。まあ、ええか。そう。算数が苦手で。それ人間用の分量ですよ。人間だよ。食べ物で遊ばないで。誰がチンパンだよ。それに前も食いきれんのに焼くんか。もう味の干物だけでいいやろ。どうせバラバラにするしもういいか。どうせ1枚しかそれ食いきれなくてしてるんやろ。いやいや、食うから。やっぱりクッキングシート最強やな。クッキングシート最強やな。めちゃめちゃちゃんと焼けるやん、綺麗に。クッキングシート最強やな。見ていると冷や汗が出る。冷や汁を作るのがこの方戦艦でござい。冷や汗。味一応で4人前って書かれてるよ。あ、でも1匹はもう普通にちょっと置いとこうかな。うん。あのレシピでは4人前で一応なんだけど、2をとかお前8人前作る気か。それで食い切れなかったらマイナス1人前。1匹はちょっと塩焼きでちょっとね、置いとこうかな。塩焼きというか、まあ、え、干物ってなんか味付けするの？干物ってそのままの味？先に焼いといてんかな。お麺玉うまそう。目だけ食おうかな。しない。水は500つくってなってるよ。1リットル以上入れてたよね。ちょっとだけ行きましょうか。干物で塩振るとか頭大丈夫？え、干物って塩振ってんすか、もうすでに。いや、ごめん、干物をマジ食ったことないからさ。で、だし汁。だし汁？美味しそう。保存食やぞ。あんまり人と油が抜けきってパサパサになるぞ。おお、そうか。じゃあもういいか、これで。焼けました。よし。よし。焼けました。保存食もわからないのか。え、でも干物ってでもさ、そんな日持ちするかね。日持ちするんかな。言っても4日とかじゃん。完成です。味めちゃめちゃうまそうやねんけど。干物が4日。わらわら。よし、白飯と汁用意して終わり。平成。まあ最近めちゃくちゃうまいやん。保存前提のことではないからね。今日はカレーか。干物が4日とかアホか。え、でもこれ賞味期限明日までって書いてたで。この干物明日ちゃう、明後日までって書いてたで。もうこれ食って終わりにするか。うん、うまい。これでええやん。まま食べようよ。ご飯炊いてないけどな。全然うまいで、これで。全然うまい。酒飲みのちまきには干物が。あ、ちょっと待って、ご飯が炊いてないやん。保存前提の干物だったらもっとガチガチやで。あ、そうなんや。これ柔らかいから。かのかいっちゃお。あれか。こんにちは、冷や水ですか。アイス食べる。冷や水じゃない。報告まで。そうめんでいいじゃん。まあまあ、よいしょ。まあ、これちょっとご飯のない冷や汁とは。もうご飯いらなくて、かのかでいべ、わら。ご飯、ご飯たかん。いつ料理配信してるの？あれ、このご飯のキャンプもやってない？まあ、やってます。ぬくみずです。ん？ぬくみず？いや、ご飯をいつも…魚どっちか置いとけよ。蓋は閉めとけよ。ちょっと、どうしよう。やばい。なんか、魚はほぐすらしいねんけど。え、ちょっと、どこ行った？あの…あれ、脳が、あ、そう、あれだ、思い出した。これちょっとこさないといけないですね。骨抜きピンセットの
の場所覚えてたリスにまた助けてもらおうか。そうやな。なんで俺よりなんで知ってんねんって話やな。これ一枚でいいか。はい。こうします。これいるんかなこの紙。脳が破壊されてる。危な。ダブル。これ合っとるんか？わざとらしいのやめて。紙いるの？いや、いらんかもしれん。なんかでも、こすときって紙いるんですよね。リスナーの方が収納場所覚えてるのは戦艦配信の謎やわ。そう。よく覚えていらっしゃる。ありがたいことに。よいしょ。理科の実験です。違うわ。黄金の出汁です。ちまき特製。よいしょ。よいしょ。かつ節がなんか汚い。そうね。なんだろう。まずそう。まだまずくないやろ。川の下水管からそういうのぶら下がってるよね。下水管？いや、ゴミじゃねえかよ。妻が宅配業者に寝取られて、見て見ぬふりしかできなかった。何の映像作品見てんの？そう。冷や汁ってキュウリのやつ？そうそう、キュウリとかミョウガとか乗ってるやつです。それ500ミリリットルありますか？500ミリリットルありますよ、多分。500ミリリットルあると思いますよ、おそらく。それどうやって冷やすの？冷凍庫にドーンですよ。そしたらこのだし汁をキンキンに冷蔵します。ああ、だしダマ味なかったよな。うん、味はないけど、うん、なんか、うん、すごいいい感じです。えぐみがすごいです。すった、わら。熱いもの冷蔵庫入れたら他のものがダメにならない。そう入れてわしらを驚かせて。えぐみ、わら。これかなんか冷やそうかな。アイスのんかなんかで。冷や汁が入った。これちょっと粗熱取ってから入れます。はい、ちなみに花ガツオで出汁取るときはもっと大量に入れる。あ、そうなんですか。仮面ライダーファイズの第一話でヒロインの女が食ってたやつ。仮面ライダーファイブが知らんけど、多分そうなんちゃうかな。はい、下準備は完了しました。で、ここから本題ですよね。鰹節は強く絞るとえぐみ出るぞ。あ、そうなんや。あ、だからえぐみ出たんか。音声が乱れております。あ、ほいで、ほいでですよ。ほいで、きゅうり、豆腐、薬味類、だし汁。あ、味噌はね、この後の後ちゃうかな。ちょっと待って、俺まだ一番の工程も行ってないねんけど、これやばいな、今日。進捗やばいです。切るんですけど、魚はまずはこれほぐしとんな。いや、薬味先切ろうか。きゅうりだから、まず塩で、つけとかんとかな。いつもだが。よいしょ。みょうが、大葉、きゅうり。べーはいいの？あ、べー。こうやってべー、高な。あーはー。
やばいよ、パニックになってきた。ベイ、冷や汁って残飯みたいなやつ。あーはん残飯ではねえだろ。ベイ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 、今日は2時間コース、チンパンパン。ちょっと今日はやばいです。米ねえかな。何人前作る気なの。え、一応一人前。工程表書いてきたでしょ。その経験を生かしてステーキオーブン届くの。オーブンちょっとまだ注文してないねんな。ちょっとどれがいいか分からへんくなってな。持ってる家族の分ですか。家族の分、そうです、実家の。今から米を研ぐ気違い。わら、あー米なくなった。よいしょ。いや、米なんかもう研がねえから。もしかしてうぶす書くとき、ツール使わずにエクセルとかでやってたりするやつおる？今の測った意味あった？測った意味なかった。もういいや、これで炊け。WBS 書くときツール使う。でも俺エクセルマンやからな。ここまで35分で何も進んでないんだぞ。2時間のわけがない。味は冷める前にほぐさないとほぐしにくくなるよ。あ、そうなんか。そうかんと。あちあちのままでほぐすべきですよね、きっと。やばいな。どういう皿でほぐしたいかな。どういう皿でほぐしたいんや。あ、どういう、え、ちょっと、やばいやばい、え、ちゃう、熱々じゃなくてもいいけど、わら、急に洗った、これか、今から洗います。全館の会社行く管理何使ってるの。あ、え、なに、一周管理って何ですか。小学生でももうちょいマシの段取りで料理しそう。初めて聞きました。やばいな。いや、小学生はあれやから。小学生に負けてしまう。小学生包丁使ったらあかんからな。いや、 SE なんですけどね。そういう難しい言葉知らないんですよ。アレクサ、先生の後ろにいる女性を紹介して。何、誰が見えとんの。 SE だったらこんな料理しないよ。ひえ、本当に顧客が必要だったもの。え、これいたずりした方がいいんですかね。分からん。まあいいか。キュウリ、ちょっとさ、なんかこのレシピマジで見にくいな。ちょっとレシピのせいにはしたくなかったけど。小さじ4分の1まぶして、包丁の峰でこそぐ。あ、そういう手があんのか。きゅうりは小口切り、きゅうり1本、はい、峰でこそぐ。書き方は独特だね。うん、こういうことですかね。あ、でもこれでもいけるな。めちゃめちゃ臭いけど。うわ、すごい、なんかモロヘイヤみたいなやつって。エッチだ。エッチではないやろ。この皮こそいだこともないの。ないね。毎回ごぼうを削ぐとき刀削麺みたいになるから。で、これを小口切り。なやこれ、下手くそ。うちはごぼうは丸めたアルミホイルでやっちゃってるな。あ、そんな裏なんだ。洗いましたよ、さっき。こそいだ後ってことですか。
こそいだ跡がやってないな。なあこれ、ちょっとまだ下手なってるやん。ごぼうは皮ごと食べるものじゃないの？もたもた、俺は半分に切ってダブルで切っちゃうな。穴あき包丁買ってきて。穴あき包丁な、なんかアマゾンでね結構評価いいよね。指に当ててないからね。スライサー買おうよ。くそ、もう味噌つけてそのまま食ってもいいな。いや、もろきゅうじゃん、ただの。え、マジでさ、なんか今ショックやわな。いつものミキサー使えよ。分調ですか？分調はみじん切りやからね。横着したかん、横着したかん。普通に切るんじゃなくてなんか作って、ってこと、星型とかそういうこと。横着したかんぞ。なんでスライサー使わないの？めっちゃ分厚いですね。冷や汁の厚さじゃない。切れ味はいいのにな。あー、そういうことか。あ、スライサー、あ、スライサーでやればよかったな。ほんまやん、ほんまですやん。なんでスライサー使えんかったんや。めちゃめちゃ熱いやんこれ。スライサーやったら一発やったんや。何年料理してるんですか？ちまきの会社はどれくらいオープンソースに貢献していますか？もうそれなので。オープンソースは使ってません。オープンソースはあんま使ってません。なんだなんだこれ。俺硬いの嫌いだから塩もみして。あ、塩もみするんちゃうかなこれ、レシピ的に。うわ、めっちゃ。そもそも持ち方がおかしい。酢の物にしよう。冷や汁のきゅうりの薄さ分かってるか？なんかめっちゃ薄いよね。俺知ってるやつはめちゃめちゃ薄い記憶あんねん。え、てかさ、もう一個やっていい？こんなキュウリ分厚いの嫌やな俺。いいよ、俺の小学生の頃と同じぐらいの薄さ。練習用のキュウリだし、いいよ。練習用のキュウリじゃないんだよな。キュウリ食ってる感じになるな。ああ、そうか、やんな。もう一個いけいけ、やんな。何度も練習してうまくのある。そうだよな。いや、もっとあれ使ったろうかなと思ってるけど、あのスライサー使ったのかなと思ってるけど。一本でも多い、わら。半分でもよかったレベル、わら。ああ、何をダラダラやったのんじゃ。わしは一本で4人前やで。一本で4人前なん？え、これ、え、3本切って拾ってけば薄いの集まるだろ。それ酢漬けにしよう。これはそうっすね。 なんか別の料理にできたらいいかな。レシピ本当に見てる？レシピね。見えるくらいじゃないと意味ないよ。やんな。で、ちょっとスライサー探してくるわ。また地下潜って。あ、だだだ。練習できるな。そうやね。いや、もう本番で活かしてくれよ。で、これをこそぎ取ります。トゲ取っちゃうの？トゲは取りましょう。なんか食感悪くなりそうな気がする。ちょっとキュウリをシコシコしてみて。今やってんじゃねえかよ。よいしょ。
なんで？そんなことしなくてもいいんだぞ。アラジオでも寝ばいいんだよ。あー、いたずりね。あ、包丁の背で、背ってどこですか？え、今俺がやってたことってもしかして間違ってたんか？よいしょ。オッケー。んーで、先っぽは取りまして。フェザースティック。なんだそのおしゃれな。あと反対側です。こうか。オッケー。戦艦派の部分でやってたの。金玉でか男おじゃです。できた。なんやそのあだ名。やめろ、悪口ただの。別にでかい方がええやんけ。え、なんか全然うまくいけんねんけど。何これ、こうか。握り方エロいですね。さすが慣れてるだけありますね。いや慣れたくねえわ。スライスしそうな持ち方。エッチ。手つきがプロ。こうか。もっと上下に動かせって。よいしょ。ああ。出た。わら。出ていった。もう。右手でやってるの？右手と、え、何の話ですか、ね、ちょっとよくわかんないです。何の話かよくわからんけど、俺は左かもしれない。なんだそれ、猫たちの話ですか。俺まだそういうの未経験やから、ごめんな。え、まだ守られてる俺の体操は。で4人前って言われたばかりなのに、また4人前作る。今日8人来るから大丈夫。はい、 OK です。まだ受けだけだよ。よいしょよいしょ。今12人前。よいしょ。はい、できました。キューカンバー、はいはい、何なんこれ、こんな何なんこれ、バイキングの量やんけど。なんか何やこれ。おいで。そんなに友達来てくれるの。いや、そんな友達がおったらな、人生楽しいんやろうけどな。え。で、俺戦艦が塩もみ上手にできる未来が見えない。いや、塩もみ得意やから。これ塩もみ今日はせんでええんちゃうかな。こっちはちゃうわ、書いてるわ。下処理、うん、なんだこれ。キュウリの下処理についてはキュウリの下塩もみのページも参考にしてみてください。はい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 。は？マジじゃん。7人で冷や汁とちまきを囲んでボコボコにするかい。1人1時間4000円くらいで来てくれるで。高っ。塩もみすっか。塩もみした方がええんかこれ。塩もみって何のためにやってんやろ。とりあえず塩入れようか。塩もみなんて見なくても余裕だろ。2000円でも集まりそうだけど。そんなのも知らないのかよ。塩もみはちょっとマジで。水を出してしんなりさせるため。ああ、そういうことか。青臭さを取る、いろいろ。ほうほうほう、そういうことか。それやった方がいいな。水分取って柔らかくしたりだよ。まだここから早く完成させろよ。まだここだよ。お前戻ってきたな。ハゲ取るやないか。ハゲ取らへんわ。はい、とりあえずこれでええかな。
はい、キュウリいけました。で次は大葉、大葉切ろう。大葉は、あ、大葉、大葉3、4枚、3、4枚ですって。でも3、4枚やったら5枚使おうか。オーバーキル、オーバーキル、うわ、来たな。え、わら、オーバー食べてみて。オーバー嫌いじゃないよ、俺全然。オーバー好きよ。何人前のレシピ見てるの？多分これ4人前なんでしょうね。多分ですけど。味は放置してて大丈夫なの？味は。にほぐせってべやったと思うけど。やばいな。やばいな。最近水分をしっかり取るっていうことをね、学んだから。やらなあかんな。早く大葉とみょうがを切って味をほぐさなければ。それにしてもキッチンペーパー使いすぎじゃない？そうですかね。どうせすぐ濡らして台無しだよ。やばい、大葉8枚ぐらい使ってるやん俺。多いなと思って。ファミマにネズミ放ったの君でしょ？あれなんの、あれマジなん、あれガチの事件なあれ。ダブル8枚わら。大葉って連なってるからな、タバイやないかい、わかりにくいよね。よし、よし、オッケー、オッケー。あ、大葉はちゃんとこのラップしとかないとすぐカピカピになっちゃうから。そう、8人来るから大丈夫大丈夫。あ、すいません、もう出ますんでお待ちください。大葉のみじん切りですかね。なんか大葉って重ねて切るんですよね。冷や汁を英語で言ってみて。冷や汁、冷や汁って何でしょうね。え、なんだよ。クールスープなんじゃないですかね。でもお金みじん切りとか知らんねんけど。ご飯と食べるとうまいって。あ、だしにつけて。クーラードリンクだが。クーラードリンク、そんな役でええの？あー、ほいほいほい、巻いて切るのか。せな、冷や汁、冷や汁、確かに巻いて切ってるのを見たような気がする。ん？これ縦ですか？横ですか？横ですか？横っぽいな。こうですか？よし。なんかうまい人とかなんかチュン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 ってやってるよね。冷や汁、イス、コルド、味噌、ソープ、チッペド、ジュイセ。なんかこの前も大葉重ねてなんか作ってなかったか？大葉ミルフィーユやろ。うわ、めっちゃ切りやすいやん。若干うまくなった、わら。ほんまありがとうな、その切り方を教えてくれた人。大きに。あ、なんかすごいうまいやん。俺じゃないみたい。うわ、すごい。関西人の真似やめて。関西人だから。ほんまお気にな。よろしゅ。ゴミのミルフィーユ職人チーズ。ゴミじゃないから。お気に、ありがとうとか。
お会計、なんていうの、買ってくれてありがとうとかそういう意味もあるんちゃいますかね。最近お気にっていうなんか人少なくなってきたけどな。なんか商店街とか行ったらお気にって言ってくる人多いけど、おじいちゃんとか。ほんまでっか？ほんまでっすよ。じゃあありがとうって言って。ありがとう。ありがとう。あ、なんかありがとうって言われるよ、お気に入って言われた方がなんか、うん、ちょっと嬉しいかもしれない。サンキューはちょっとふざけてるんかな、出番かな。みょうが、みょうがを切る男。みょうがに切、みょうが味見して。みょうがうまいよね、味見。鼻に入れて。なんでも鼻に入れると思うな、俺が。しえしえシェイシェイ。みょうが薄ければ薄い方がいい。入れないの？最近のちまきはお気にじゃなくてメニューをお気にしている。無難無難。みょうがもうちょっと斜めできるもんじゃない？あ、そうなん。もう輪切りっていうからもう完全に輪切りでいっちゃったけど。あー、なんか明日会社行きたくなくなってきた。みょうがは斜めに切った方がいいんだよな。マジで？あ、辛い。食べた、わら。なんかみょうがってこんな味だったっけ？なんか、ん？俺の知ってる味じゃないこれ。なんかみょうが種あるよね。切り方で和食のセンスがわかる。ちまきはセンスゼロ。熱い。などうにかしてくれ。そんな味だよ。みょうがって味強すぎてあんま好きじゃない。みょうが腐ってるんやろうな。腐ってない。今日買ったぞこれ。昨日買ったか。小口切りならその切り方で合ってるよ。小口切りですよね。うなぎ食べたい。みょうがは縦に切りじゃないの。先生は記憶力。まあ、縦に千切りが確かにね、俺見た感じ多かったな。これ中記憶力。妙がないな。やめろ、マッチングアプリいじるの。最近全然ないんだよ、マッチングが。妙がそれ、ヴィーガンじゃないの。なんで妙がんって。めちゃめちゃ好きやん。妙が細かくして冷ややっこに乗せるの好き。あ、みょうがを細かくして、あー、いいね。みょうで密売、あーでもレシピはその切り方か。うん、そうなんすよ。いいね。カメラ越しに見たシンクの奥の床に見える円形は500円玉でも落ちてるのか。ちゃう。違う違う。みょうがん全巻、キュウリだよ。みょうがの味噌汁もうまいよ。合法ハーブ。みょうがの味噌汁？アジですね。アジをちょっとほぐします。草生えるよ。いしょ。餃子にみょうがだとありかもしれんな。お魚、お魚。味冷えてるか？冷え冷えです。韓国でも食べるの？韓国食べんちゃうかな。住んでるんですか、外側ですか？ん？環状線。あー、それ内緒かな。内緒だね。よいしょ。てかこれアジ普通にほぐすだけでいいんやんな。干物の味は冷や汁を作るときに焼いてもいいですし、干物を食べる前に。はいはいはい。あ、なるほど。あ、そういうことですか。こういうときこそパッとなん。確かにな。で、骨をまず取ります。多分臭くなったら買い替えるし別にいいべ。使い捨てなのか。上かだけ教えて。ちまきさん帰国したお母さんはもう帰ってこないんですか？いや、おかん、おかん、いや、どうなん、帰ってきたんかな。
この間実家行った時は韓国に行ってたけど、そう、いや、ボも韓国行くって言ったらどうしようかな。てかそれ走る？わら。いらんな。え、ほぐすってどういうことでいいの？実家が韓国？骨きれいに取れるな。身の剥がし方で育ちがわかるぞ。しっかりしろ。お母さん、まっちゃんとしてるやろ。え、泣く。韓国行くとか無謀だなと思ったら祖国に帰っただけだよな。そうそう、帰国。ちまきさんが温想さしてるって本当ですか？何温想って？これは原始人。わら。え？それ骨取れてないな。いや、骨は取ってますよ。骨ないとこ把握してるんで。実家に慰安婦像ある？ねえよ、韓国人じゃないんだよ俺は。久しぶりに聞いたな、慰安婦。嫌だよ、骨は。骨は嫌だ。やっぱり実家では天皇の写真燃やしてるの？いやいや、そんなことするか。手が臭くなりそう。手がもう臭いです。すでに臭いです。そこまで嫌いじゃない。向こうが勝手にその気なの。あ、よいしょ。あんまりね、国際問題の話はね、ちまきも豆乳アボカドヨーグルト作って。豆乳アボカドヨーグルト、魚さばけるなら骨。豆乳嫌いやし。わかるっしょ。アボカドも嫌いやし。ヨーグルトは普通やな。チマチョゴリマシソヨー。チマチョゴリ。お幸せよ。米炊くの遅いな。この無能と思ってましたけど、いろいろ納得できました。国際問題じゃない。やめてください。チマチの実家の話だろ。そう、まあね、岸和田なんですけどね。なんか岸和田っていうのと韓国っていうのはどっちがいいかも最近すごい悩んでる。あ、じゃ、嘘をついてまで韓国っていうのか、それとも本当のこと。痛い。交際問題はありますか？猫の餌作ってる。交際問題。わら。まあ見た感じ猫の餌だな。底辺。わら。そう。岸和田と韓国のハーフだから地獄だよね。やばいじゃん。パプリカと韓国海苔とフッ化水素も入れたら美味しいよ。フッ化水素ってなんだよ。お魚。なんかいっぱい食べれるとこ残ってそうで、なんかやだな。西成ってええとこ、ね、西成いいとこです。西成はそんな最近悪くないから。そんな昔ほど暴動起きるほどじゃないから。今かける劇物。よいしょ。フッ化水素入れると肉が柔らかくなる。溶ける劇物なん。でももう終盤だよな、冷や汁。まさか先にベータケルとは思わなかったです。ダントリーですね。煽ってんな。煽ってきたな。女配信者ルル参加を出し中、彼氏募集中だそうです。あー、この間のあの子か。顔四国の子か。よいしょ。ふふふ。よいしょ。ててひどわら。資格？いや、自分で言ってはったからいいかなと思って。顔資格？そう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 。なんか俺前見たぞ。でもエッチだわら。泣いてるよ。そらべーは機械が耐えてくれるからさ。はっはっは。ごめんなさい。わら、女子の身体的特徴をいじるなんて最低。いや、で、言ってはったからさ。そう。ね。四国にもランクがあってね。あー、まあ、ククルのね、また、ね、女性界隈で活躍していただきたいものですね。ちょっとごめん、もう今めっちゃ適当やった。ワンピースに出てきそうな顔してた。実際四角いし。ちまき先生ですか？
今日の朝方シコシコ配信してたの？それチンコズじゃないのか？俺じゃねえぞ。そう、ほんとやめろよ。ほんとクク様怒ってるから。自分で言うのとチンフェに言われるのは別だからその通り。もう二度と言わんようにするわ。反省します。自分で言うてるからって人が言うて言い訳ないんじゃない？確かにな。本当に配信してたんですか先生？チンフェズさんの番は違う、俺じゃない。うわ見逃した。チンフェゼットさんに失礼だぞ。もう一時間チンフェ Z は俺やろ。あ、すいません、ちょっと通ってなかったみたいです。今から作るんで、すいません、ちょっとお待ちください。すぐできるんで。なんかすっげえいい匂いすんねんけど、これ何の匂いだ？みょうがだ。うわ、なんかやば。これ魚の解体作業。はい、できました。だいたい綺麗に取りました。はい、なんかこんだけしかないやな、魚って。これ明日手臭いぞ。手を洗った味の死体損壊配信はここですか？いや違います。冷や汁に1時間かかるってどんだけ手にかけてるんですか？手間暇。手間暇にかけます。魚は地味だけどうまい。いや、これ捨てていいよな。捨てるぞ。味に大葉混ぜるのめっちゃ美味しそう。遅いからこそ勝手に冷えるんだよ。ほぐした味にカレーと麻婆豆腐を加えて完成です。で猫に食わせろ。骨先生にしろ。猫ね。そう、あのね、骨の周り噛みつけ。あのね、マジで最近家の周り、猫やばいほど多いのよ。わけわからんぐらい多分、ね、猫、野良猫がめちゃめちゃ多くて、多分餌やってんやろうな誰か。ほんまやめてほしいわ。なんかいつもびっくりすんねんな。なんかゴミ捨て場とかで猫ラーメン。あ、めちゃめちゃなんかね、粗大ゴミのベッドの上とかにね座ってたりすんのよ。めちゃめちゃ怖いって。結構うるさいよね猫も。そう、猫やほんまに。家裏に行くようになったわ。これね、野良猫増えとんかな。はい、こんな感じで準備万端です。それはちまきさんが残飯のゴミを大量に出してるからでしょ。あ、俺のせい。呼ぶかにゃん。猫は俺の料理大好きなんや。ふーん。なんかキュウリってメロンの匂いするよね。ちゃんとチュールを備えしてる。あ、チュールね。時間の配信で顔四角いとか言うなよ。先生のせいだからな。食えればいいからな。それ言ってんやそんな。近づくと逃げてくんだけど、ちまきは威嚇されて逃げるの。猫はゴミを漁るもんだからね。あ、そうやね。てんにゃん。いや、猫カフェ行きたいわ。猫カフェ。いや、威嚇ねえよ。そう、よいしょ、できた。おじゃ、こんばんは。猫食うの？猫食わんが。猫は怖いやろ。そもそも戦艦の料理じゃねえから、ね、病原菌が。なんで毒入ってんねん。オストロールが猫に見つけて戦艦家に来たるよ。やめてくれ、トラウマ。猫美味しいよね。ちまきさんはいつからゴミカフェを経営しているの？ゴミカフェってなんだ？キラッとルンルルと何人の女がいらっしゃるん？ゴミを提供。いやいやいや、そんな。なんか全員なんかちょっと似てるよね。なんか。猫汁。はい、猫汁。できました。いや、できてないけど、ちょっと盛り付けます。盛り付ける？こっからだよな。あ、味噌焼かなあかんのか。もう焼いたろか。白ご飯 .com ではアルミホイルで焼く方法としゃもじで焼く方法の2種類にまとめています。ともにすり鉢がなくてもやりやすい。これ何人前でしたっけ？これ4人前です。あ、なんかあれやな、しゃもじにつけてプラスチックは NG って書いてんな。乾いたしゃもじに塗って火にかける。
言うてないから。すいません。わら、ダブル。犬さんとチューしても足切るくらいやばいらしいな。え？あ、ブラナーでやればいいやん。ね、ブラナーでやればいいやん。ブラは溶けるやろ。そうか、ブラ溶けるか。え、痛い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 、耳痛い耳痛い、耳取れる。そうだ、ブラナーでやればいい。わら、あ、でも溶けるか、これ。これが危ないな。ルーナースッカ。痛い痛い痛い、耳痛い、耳取れる。あ、耳が取れる。痛い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 。今日ちょっと味噌買ってきたんですけどね、ちゃんと。天罰。天罰、悪いことしてたんか俺。戦艦の黒糖は燃えないからセーフ。この三種の合わせ味噌。ファミリーマートさん。可能な耳、味噌カツにして、天中。天中。はい。最終の、わら。三種の合わせ味噌。これを、アルミホイル四つん倍じゃないな。あ、もうできます。シズギュード。手は綺麗です。手だけはね、よく褒められます。手だけです。料理はあんま褒められません。お高いでしょ？いや、これは全然300円です。手際悪いな。させん。いや、三国じゃねえよ。戦艦ならそれ一回で使い切れ。フライパンの上にアルミホイル敷けば。それの手があったか。その手があったか。そう。ブユユ、わら。あ、この手で、あ、こうか、こうでこうせんか。あったまいい。どうしたの？味噌どれくらい入れてんの？だいたい想像でいくか。ほら、もしかして大塚明夫のモノマネしました？再発した？いや、してない。大塚明夫。さあ、あ、洗ってないわ。しまった。分量測らないの。想像でってレシピに書いてないの？どんだけ入れんねん。多くねえか。多いか。多いか。いや、めちゃくちゃ入れんな。うん。また2倍くらい入れてそう。わら、もっとゆるキャンのナレーションして、8人前だし。こう、ああ、そうだね。味噌15杯分の味噌。わら、ちょっと2塊食べてみて。今日は炊き出しの日だもんね。これ何人前ですか？そうそう、これ1人前です。ああ、もうわからんくなっちゃった。してきました。ああ、いた！戦艦のぬか漬け見せて。何でもないとこでぶつけた。やばい、ちょっと。ブラナーどこ行ったんやろ。あれ？隣で交代外外国人カツ丼でしたって。チンポン。ちょっと待って、またやらかした。今出してなかった。バーナーの引き出しの中。いや、こればっかりはね、ここにあるはずだよ、多分。俺知ってるから。え、ちょっとやばいな、これ。ガチでさ、ちょっとやばいかもしれない。誰がバカだ。アクターバーナー。あー、やばい。次元ポケットでも当たってるの。花火で出れなくなっちゃった。ガチでマジで。え、ちょっと待って、ないわ。は？通報した方がいい？あ、あった、あったんご。お騒がせしました。
使い方忘れんじゃない、いつも。ヨガファイヤー、やってるこれ。なんか、またってなんだよ。もうちょい味噌広げないと焼けなくない？あ、ちょ、まあぶれ、もっとあぶれ、あぶりうんこ焦げてるじゃないか。ママ、ちょっと味噌の禁止だ。破れました。ちょっと破れました、アルミが。でもこんなもんちゃうかな、なんか焦げというか。今日は冷や汗作ってるの、冷や汁です。破れかぶれだ。どれくらいやったんやろ。君は木べらとか使う気ないのか。焼き色がつくまで焼きます。やってこんがりと焼けるまでとかで、まあいいか。これとりあえずしっかり焼くか。焦げ目がつくまで。破れかぶれのやぶいしゃがー。破れかぶれ、よいしょ。こっちフライパンも火つけてんじゃん。これなんか下も焼ける。センマキンは消毒だ。ひゃはー、バーナーチマキ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りかぶり、炙りかぶり、炙りかぶり。わら、いやそれはおかしい。2時間待ってるんですけど、まだですか？ちょっと今、最終段階です。うんこ焼いたような見た目やめろ。うん、完全にそれは言わんとしてたけど、まあこんなもんちゃうかな。フライパンも使い物にならなくなりそう。下のガス管熱されるぞ、わらわら。あ、そうか。はい、できました、味噌です。フライパンの方からも焼いてる？フライパンの方はもう火止めました。ちょっとあちちになっちゃうかもしれんから。は？え、ちょっと待って。焼き味噌完成です。ほぼ生味噌、わら。あ、焼き味噌ってもっとがっつり焼くもんなん。ちょもう気に合ったか？まだだろ、そんなんでいいわけないだろ、アホか。そうなん？え、ちょっと全然わからん、もうちょっと教えてよ。ちょっと焼きます。せめて味噌の菌が死滅する温度まで加熱しろよ。ちまきは生派なんでね、危ないぞ。レシピ通りトースターで焼けよ。冷や汁だからもう終わるかと思ったけど、まだまだありそうで安心しました。いや、もう終わります。五平餅イメージしろ。あ、五平餅か。そういうことか。五平餅は知ってるぞ俺。そしてまた油を敷いてないから、またこれひっつくんちゃうか、これ。そして俺今何の作業してんの俺。何の作業してんの俺今。全然わからん。うんち塗りたくって遊んでる。うんこ痛め。うんこ撫でて広げてる。え、クソ伸ばしの作業。すべての素材を冷やす作業だよ。泥遊びしてるんじゃないの。レシピにも油引けって書いてあるんですけどね。読まないですよね、本当に。うんこ、岸和田城の近く歩いてるとよく地面に落ちてるよね。スカトロ注意。めちゃめちゃ焦げが。お母さんの剣木、すぐできます言ってから何分かかってますかね。大丈夫これ。全然うんこ薄くしないのな。焦げ入っとうけど。ドブアート、すみません、味噌で遊ばないでください。もうええ、もうええわ、できたわ。よし、冷や汁の3番に行きます。まだ準備段階やったん俺、やばいな。モービー、ほんまでっか。ほんまでっか。この後溶かすから、味噌の状態で焦げをしっかり感じられるまでやったらやりすぎやで。あ、そうなんや。やりすぎか。いや、まだです。焼いたものでも時間がなければそのまま味噌でもいいので。おい、
3番。そんな書き方すな、お前。時間がなければそのままの味噌でもいいのでって、もうやめ。そう。そう。いや、誰が残飯マンだよ。やめてくれ。顔面どうなってんの？器に分量入れて冷たいだし汁を少し。あー！しまった、だし汁。俺、だし汁どうなってんの、これ。ちょっとベッドの上で冷やしてたけど。しっかり焼き目つけないと美味しくないよ。焦がすことで風味を出すんだから、最初に全部読んでからじゃないのか。先に最後まで読んどけよバカ。そこなんだよな、できる人間とできない人間の差。そこなんだよな。俺はできない人間です。うん、あ、冷えとるやん。冷えとるわ。でもめちゃめちゃ冷たいわけではないけど。え、全部読んでも理解できないから、どっちみち同じだぞ。どうせ氷入れるからいいか、これ。氷って入れるんですか、まず。ちょっと氷入れましょうか。ボールハイボール、またしてまたして、素直にレシピ通りにトースターで焼けばよかったじゃん。ちまきさんが最初に読んでも覚えてられるわけないでしょ。ご飯まだ？よし、ご飯もうちょいです。ちょっと薄くなるけど、ちょっとそこはあしからず。なかなか薄い。ああ。大きいボウルに氷を入れて、そのボウルを食べればいいのに。なんで氷。よし。魚を焼くつもりだったので、ダブル氷を冷えたらしてる。冷えたらしてます。氷捨てるなよ、ダブル。ダブル。どんどん薄くなるんでね。ほんで器に冷やし方斬新すぎる、わら。ガチガイジやん。器だけは、あの、いいのありますんでね。危なかったな、薄くなるところだった。そう、危なかった、危なかった。だったら氷だけジップロックとかに入れて入れればよかったやん。それは、確かにそうやな。一番やばい、左にもうんこなんですか。うんこじゃねえわ、やめろ。あまりにもやばすぎて通報したわ。通報せんといて。汁気たっぷりがいいな、だし汁500。え、味噌、具沢山がいいな、だし汁。あ、なんだこれ。全部入れんだよ。その器、思ってるほど良くないよ。日付変わっちゃうよ。あ、そうなん。やっべえ。一旦これに、だし入れんのかな。今日初めて笑顔になりました。ありがとうございます。ずっと真顔やったん。あっち行くない。で、味噌全部入れたいな。先生の梅酒にしていい。梅酒ね。冷汁っていうか冷麦の器だよね。全部入れるつもりだしいいね。ボウルに移してはたえにすりゃよかったんちゃうの。チョコを湯煎するみたいに。アルミホイル触って熱いハゲージか。味噌全部、うんことおしっこが並んでるみたいだね。糖尿病になりそう。わらわら。味濃すぎるかもしれんな、これ。味噌だけは味見しながら入れないと。わら、めっちゃ酸っぱい。わら、ここって便器だったの？いや、こんなんで。やべえな。ちょっと黒いの浮いてんな。黒いのめっちゃ浮いてるぞ。俺だって。あ、ちょっと味噌熱いからこれさ、またこれだし汁塗るなったんじゃん。ごま入れないの？焦げ浮いててめっちゃまずそう。わら、味濃すぎるかもしれない。って言いながらさらに追加。おかしくね、氷で冷やしたくせに熱々の味噌入れる理由とは。何べんやん、何これ、ダブルラーメン。わら、冷や水汲むのに何時間かかってる。いやー、なんか浮いてる。悪循環。いや、なんか浮いとる浮いとる。味噌ラーメンだこや。わら、何作ってるんだっけこれ。なんか汚い。そこにほぐしたアジと絞ったキュウリと薬味豆腐を入れる。小さくちぎりながら入れます。
だからドレって入れていいのか。だからその器入れ替える必要あったか。確かにこれマジで汚い。焦がしニンニク豚骨味噌ラーメンわらバニラエッセンス虫の死骸に見える。ちょっと汚な。これちょっと取りたいな。なんか金魚すくいみたいなやつないかな。一回こそおすい汚な。わら最近無難すぎたからな。こういうのでいいんだよ。こせよこす。あ、その手があったか。魚と味噌汁で食いたい。今回は最近の無難路線から脱却してやべえって言いますよ。なるほど、こす手があったか。多すぎじゃね。こげおじゃダブルタピオカミルクティーですか。違います。こせばいいのか。よかった。最後の味見はしないんかよ。ちょっとごめん、ちょっと味見しとかなあかんな。てかご飯入ったらこれ溢れるやろ。要素がなくなっちゃうのでは。うおー、キッチンペーパー有能すぎ。わらわら、ダブル、ちょっと待って、一個も出へん。一個も、一個も、一個も貫通してけへんねんけど。こせてないやん、これ。わらわら、ダブル、なん、わらわら好きやと、何有能、わら、意味不明すぎる、味噌の有志感、わら、ダブル。おい有能じゃん、キッチンペーパーすげー、その紙なんなの、いい仕事しますね。じゃこれなしでいこうか。ほらまた味薄くなりそう。これでこうし、今日の脚本家さん有能ですね、言って絞ろう。最強の金魚すくいじゃん。そらお前キッチンペーパーでこせるわけないだろ。わらわら、キッチンペーパーでこせてないか。成功です。おいおい、全然こせてないやんけ。おい、うん、ちだ、焦げが、わら、これもわかんねえな。焦げがキッチンペーパーからも出しとったの。わら、なんぞこれ。リードクッキングシートとかじゃないとダメじゃねえ。あ、リードとかじゃないとあかんのか。遊び、わらわら、ろ過ですか。うわ、実験か何か。ちょっと今ろ過してます。わら、いろんなもの混じってるだろ。わら、いいよ、もうそれで食う。もういいか、これでいこう。で遊ぶな。何がしたかったのお前。キッチンペーパーでコストカーコですか。わら、なんだこの味。最高じゃねえ。何かが浮いてる。子供のお料理遊び。これ何の味。ダブル吸った。わら、ダブル完成したら呼んでね。いや、まだ冷え冷えで。他の料理配信者見てるか。これがエンターテイメントやぞ。う、わら、う、わら、売ってやめろ。豆腐、なんだこの味。キッチンペーパーの味。わら、キッチンペーパーの味すんねんけど。ちょっと自分で作ってて何の味これ。じゃあもう味入れよう。アジイン。もう入れるのやめとけ。わらわら、これに熱々ご飯入れるんか。ちょっと待って、これ、あ、全部は多すぎるか。味がもったいない。わら、台無し。わらわら、キュウリイン。これなんなんこれ。あー、残飯出来上がっちゃった。オーバーイン。すいません、うちの地元の郷土料理をバカにする配信ですか。ダブル、冷やしがイン。ここまでジーダジーダ、なんすげーよ。味8人前。これ食べるの。なあ、それご飯の上に乗せるんじゃねえか。おいおい、ご飯入れてねえじゃねえかよ。ご飯、え、これご飯って冷やご飯の方がいいんやんな、これ。え、ちょっと待って、ご、え、あ、ちゃ、だ、だ、だ、え、あ、で、で、で、あ、え、ご飯はお茶碗に寄せて、ここに、あ、おそ、よそったやつに。一体何がしたいのか。はい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 、で、熱々のご飯の上に冷え冷えの汁だぞ。そういうことか。料理バラエティ。なるほど。ぶっかけるんだよ。で、豆腐を入れると。ちゃんと全部食えよ。何を作ろうとしてるのか考えて。 NHK をぶっ壊す。ガチでゴミが浮いてるようにしか見えない。わら、キュウリよ、全部。うおえ、わら、わらわら、わらわら、わらわら、ダブル、今日はマジ暴力的料理。ランパン汁、わら、ちまきは手際の悪さと段取りの悪さだけはほんま天下一品。褒めてないやん、一個も。入れ方汚ねえな。もう全部入れろ。ランパン作ってんじゃねえぞ。ぼーっと生きてんじゃねえよ。
できました、できました。実家の母と作り方が絶望的に違うんですが、やる気や目標はあまりにも冒涜的なように。で、ここにゴマですかね、最後ゴマ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 。猫の餌？あおれホームレスにでも施すの？ダメダメ。よいしょ。これしょっぱくない？合っとるかな？まあ、美味しそうである。ちょっとしょっぱいかもしれん。最後にカレー粉を入れてグリーンカレーの完成です。これはディスってねーの？いりごま。今日ね、このご飯か。いりごまを入れて、すりごま、いりごま、ちょ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 。これで OK か。止め止め止め。ほら。うめそう。もうこれがおかずってくらい具沢山だな。そう、もうなんかもうやばい、ドルドル、バリバリ、ゴリゴリです。ヒカキンの猫だと、出された瞬間に蹴り飛ばす。丸尾に食わせてやりたいな。ヒカキンの飼ってる猫にこれ食わせたいわ。とても豪華な猫マンマ、大パンダー。ねえ、よいしょ。なんかあれかな、こういうのでなんかすくって食うんですよね、確か。食わせたら絶対だぞ。気絶するわ。大惨事。夏っぽく提案、丸尾の1日の食費、2万、てか何人前作ったん？これは3人、え？何人前なの？URL 貼られて夏休みのキッズに殺されるぞ。エリアンいっぱいなのに殺す気か、今日は長いじゃん、ヒカキンの猫殺す気か、ガシャン。ヒカキンの猫に罪はない。よし、できました。冷や汁です。合っとるよねこれ。ちょっとだけ味見していい？うん、おいしいよ。ご飯にかけてからが本番だから。わけないが、汚ねえな。ダブル計量はしませんが、計量スプーンで味見します。わら、これ出されたらどんな反応すればいいんだろう。わら、見てるだけで腹下し。ちょっともうちょい味濃くてもいいかも。俺の知ってるやつと全然違うんですが。ちょっと味濃くていいです。原料の種類だけ合ってる。普通ポン、ちょっとそれっぽいやんけ。これ絶対捨てるやつだ。冷えてるか？冷えてるで。ちょっと具沢山やな。それと煮物ですか？おいしい。違います。わら、生臭いだけの薄い汁やろこれ。塩かったい。水切れの悪い三角コーナーじゃん。なんで塩分足したの？氷入れようや。さらに味噌。おめえ今どき刑務所でももうちょっとマシな飯出すだろ。やーい、できた。足の裏に何ついてたの？え、キュウリ。インスタ映えチャンス。これはちょっとカノカノ罠しゃあないな今日。これ食べてゲロ吐いたら永久に食べられるな。それ今朝駅前の電柱の元で見たわ。薄く感じたってことは。リサイクルリサイクル。薄すぎだな。まさなおうまおうみ。出汁が薄いんかこれ。これはインスタにあげれないわ。危な。の裏側とかで落ちてるよね。ゲロだろこれ。スマホ落ちかけた。マジで冷や汁にスマホ落としたら完璧やったな。台本的には。危な。俺の知ってる冷や汁と違う。できました。まあこれをあれですね。まずお茶碗によそったご飯にかけましょう。偉そうに回して角度変えたけど、どこから見てもゲロだぞ。みんな固定うんこが気になる。四方八方。インスタにあげるなら混ぜる前が良かったな。これ三角コーナーっていうか下水じゃない？そのドブ汁本当に食べるの？ゲロ。そしてこれを片付けます。かわいいわ。作れるんだよ。さーて。さーて、食べよう。よいしょ。あちちのこ米でいいんかこれ。これ彼女が作ってきてもキッチンな。いや、佐々木のぞみちゃんやったら全然喜んでくるけど。
やっぱお前とケツ先はほんと実験番組みたいでいいな。見た目が悪すぎる。よし。ゲームカー来てマンホール開けた時こんな感じだったんだけど。やだな、それその例え最低、最悪じゃねえか。で、ジルの方をがっつり冷やしておくものだからね。氷入れてんの？氷はさっき冷えました。この人も出しよう。なんやこれ、4人前かな。これジャンで入れてんか。どりゃっ、お、これ油めっちゃ浮いてんのが食欲落ちる。ご飯ちっさ、なぜ丼にしなかったのか。きゅうりが汚い、さっきのお玉使わんの。わら、え、これゴーヤ入れてもうまそうだな。ゴーヤか。きゅうり多くない？どうなんやろ。ゴーヤでも、ね、味がボケそうやな。お玉で入れたらいいのでは。いや、お玉洗いたくないから。なんか汚くね。冷や汁を炒めたご飯にかけるもんじゃないの。いや、それどうなんだろう。盛り付け減ったくそ。わら、ご飯より味濃く作ってそうめんの麺つゆダメだこれ。して食べる方が好きだわ。ああ、そういう食い方もあんのか。そうめんね、確かに。そうめんご飯はちょっとだけ入れました今さっき。冷たい味噌汁か。冷たい味噌汁です。絶対うまいやろこれ。いや、うまくないと俺やってられへんで。うまくなかったら明日会社行けんで。あとはもう関係ねえぞ。熱々のご飯に冷えたやつかけるのがいいんやで。さっきからビープ音連発してますけど。ごめんなさい、ちょっとビープ音出してました、体内から。やったね、明日会社休めるね。冷たいもんばっか食べてたらハゲるで。さらりと出社拒否。かのかいけ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 。あ、かのかしか。いつも泣いてる女の子が食べたがってる。いや、嘘発見気なってましたよ。ちまちは生身でダイヤルアップ接続できるもんな。ダイヤルアップ、あー、うわ、ヤンキー酒しかないわ。かのか、ヤンキー酒しかなかった。絶対冷や汁に合えへん。このジーマしかなかった。カノカからチェホンマンの流れまたお願いします。ボールハイボール、これやな。アルコール服従にしよう。ヤンキー酒、わら、パリピ、わら、お福寿のジマ、わらわら、お酒うまそう。ウェイ、わら、ジマがヤンキーってどういうことや。いや、地元のヤンキー、ジマばっか飲んでるから。ないんだけど、もういや。あー、酒飲む用のグラスとこれどこやったやろうな。なくしたな、完全に。ジマに福寿入れたらいいじゃん。いや、なんかもったいなくないかね。あたたたたた、ちゃうないやんけ、ちゃうやん。もうちょっと待って、早く食べたいのに。食べたいのに。よし、秘蔵のマッコリ出せ。マッコリはおかんしか飲まん。早く食べないと冷めるよ。お米汁吸っちゃうよ。いただきます。これって何、お箸で食うんかな。これお箸で食うんですかね。いただきます。ガツガツいけ。こうちょっとこう崩していただきます。ダブル、うん、うん、まあ、うん、いい食べっぷり。わら、粉いただきます。うん、すずぼぼぼ、わらわら、えっちゃ、うまそうに食うな。なんで骨入っとんねん。いった、まあ、うん、ごちそうさまでした。まあ、うん、結構まずい。うん、はい、終了。ダブル、いまいちのようですね。うん、うん、うまい、うまいけど、うまいよ。これ金曜日の駅前によく落ちてるやつですか。違います。か、そりゃかなり雑にほぐしてたしね。うん、司会はない時は知れてる、うんうん、自己暗示発動。うまい、うまいわこれ。やっぱペーパーだし効いてる、うん、自己暗示やめろ。うまいわ、なんかもう自己暗示開始、途中までうまそうだった。ビビるほどうまいぞこれね。わあ、
なんかね、なんやろ、もうサラサラってくるよね。なんかもう、なんか二次会終わった後とか食べたよね。うまいけど、うまいよ、うまい。うん。後半集中切れたのが、さっぱりよ。ですかね、わー。この前飲みすぎてトイレでこういうの口から出てきた。二時間かけたマウン、本音で喋れ。声に嬉しそうな感情が全く感じられない。じゃあ全部食べられるよね。に次回終わったら口から出るもんだろ。魚って処理しないの？いや、二次会。生臭くなりそうだけど。いや、さっぱりか。生臭さはないわ。給食終わった後のスープ入れるバケツ。本当に美味しかったら二次会行かずに食べたいかも。全部食うの大変そう。わら、次会で飲み仲間が出してくれるってか。わら。じゃあやめろ、その例え。やめなさい。やめなさいよ。うん、なんやろな、美味しいけど、なんやろ、一人で食うもんじゃねえな、これ。うまーって言って、なんかうまーい。なんかこんな宮川大輔、なんかね、うまいねんけど、うん、なんかこれとなんかやな、やっぱりこれとなんかメインと副菜とこれだよな。一番なんかこうメインではないよな、こいつ。お隣さんにお裾分けするか。そうやな、ちょっと持って行ってみるか。冷飯ってまさかのパーティー向けだったの。料理の感想がすごい。うまい、うまい。光の路上料理じゃねえよ、これ。やめてくれ、路上料理。路地裏。パッタの悲劇再び、長谷園のお茶漬けみたいに食べて、でも一品作るのに1時間半かかったよ。さっぱりするだけ。でもね、うまいぞこれ。あのね、なんか、なんか40代の人とかすごい好きかもしれへんな。俺はちょっとフライドチキンとかの方が好きやけど。ご飯なしで単品だとしょっぱい？いや、全然ちょうどいいぐらいやで。辛くない。ちょうどいい。猫まんましたぐらいやな。メインなんですが、ちょっと自分の下手さを料理のせいにしないでください。メインなんですか？なんかもう一品ぐらい欲しいなっていう気分。漬物でもあったらいいかな。あんた27歳やろ。うん。ほう、じゃあ作ってみるか。うん。でもうまいぞこれ。なんか夏にはぴったり。うん。なんか、でほんまにでもね、冷や汁屋さんとかあったらね、行きたい。飲み会の3軒目とかで行ってみたいな。あ、キュウリ酢つけてないな。すりごま入れてないの？あ、ごまめっちゃ入れましたよ、すりごま。うん。何がうまいかって、この味がね、うまいね。すいません、汁とご飯の比率がおかしいんですけど。もういっぱいいけいけ。味うまそうだったな。うん、味は美味しい。味入れることでね、すごいよ、なんか、なんていうかな、まとまってるというか、ちょっと全然コメントできんな。冷や汁屋行ってこれ出てきたら暴動を起こすわ。あ、居酒屋でさ、冷や汁のメニューやったら頼んでるかもしれんな。ガチでうまいよな先生、もう食べないの？これうまい。もう、もうちょっといいや。ちょっとあの、ゆっくり食べさせて。はい。福寿はもう嘘つかへんっていう感じやな。本当に美味しい。お酒飲んで。本当に美味しいお酒です。お盆休みはちょっといっぱいお酒飲みたいと思います。はい。ではそのまま三角コーナーへ。じゃあお茶漬けとそんな変わらんのか。お茶漬けの超ボリューム満点バージョンかもしれんな。そうそう。いやでも出汁をちゃんと取ったらね、これマジでうまいと思う。あと味噌もっといいの使えばね、本当に美味しいと思う。飲んべえ配信あるの？飲んべえ配信したいですね。なんかめっちゃ酔っ払いながらホラーゲームとかやりたい、ね。明日冷蔵庫にゲロしたやつ誰だ、配信します。残飯のカメラの前でお願いします。残飯マン今日も大成功です。ホラゲね。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとまたやります。よろしくお願いします。いやでも冷麦じゃない、冷汁おすすめです。つま
り今日のは出汁がうまく取れてなくて味噌もいまいちだったんだね。あの味噌はね失敗じゃないと思うけど、出汁がちょっと下手。下手っぴ、下手っぴって感じ。マリメやります。ちょっと平田っていう名前でやります。投票開始しました。動物番長もね、もうあれやな、盆休みちょっと時間いっぱいあるからね、やりたいね、ゲームとか。じゃあんまりなんか今日アップで見せてないな。こんな感じです。ちょっと焦げが浮いてんねんけど。グロ、グッサ、今日は後半のエンターテイメント性がとても良かったです。エンターテイメント、料理番組なんだよ。おしゃべりクッキングなんだよな。ゲロ注意。はい、皆さんありがとうございました。あー日本酒うまいな。ハエトリトラップに良さそう。明日ジーマ飲もう。いやこの後ジーマ飲もう。いやジーマ飲みたいな。なんかたまにジーマとかさ、スミノフとか飲んだら美味しいよね。ダーツバーで飲むスミノフ最高や。おい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 マイナス1やばいぞこれ。ミオいいよね。ミオドライ好きです。ダーツいきますよたまに。こういうのでいいんだよ。圧倒的マイナス1、採点しようとしたら時間切れなったんだが、おいおい。次回は投票してください。5倍になった。頑張ります。投票中の料理度アップが効いたんですね。マイナスに動いたんか。はい、ふるさとを侮辱した罪を身をもって味わってください。あ、ごめんなさい、申し訳ごめんなさい。ぶっ壊す。はい、はい、って感じで今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日は投票率もそこそこ良かったみたいだね、はい、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。明日は多分やらないと思います。また近々やりますんで、またお願いします。はい、失礼します。おゆ、あの女の子何やったっけ。リリちゃんやったっけ、ルルちゃんやったっけ。またね。おゆです。おじゃ、おゆ、あ、おゆです。今終わりました。はい、おゆ、おゆです。はい、失礼します。ララちゃん、あ、ララちゃんか。はい、失礼します。